ほんまに風間の親父がそう言ったんか。ああ、うん。一体何が目的なんだ。事件に絡んでいることだけは間違いねえんだが。どうした、まだ痛むのか。いえ。兄貴、俺には何が何だか分からなくなってます。あのヒゲの男、どうして俺を助けてくれたんでしょうか。親父を撃ったやつなのに、どうして俺を。力也、お前は一旦沖縄に帰れ。え？俺はこっちでまだやることがある。だがお前には今やるべきことがなくなったはずだ。でもいいから言うことを聞いてくれ。今まだあの A の男が俺たちの敵なのか味方なのかわからない。今は沖縄に帰って先や朝顔の連中の面倒を見てやってほしい。わかったか。はい。どうした。何、白鵬会の会長が。おい桐生、どうも白鵬会の峰が直接お前に会いたいとここに来ているようなんだが。まさかカムロ町の地下にこんな場所があったなんて驚きです。それで俺に話とは。ああ、すみません。実は今回のゴタゴタ、うちの組も少なからず影響していたので、その責任をと思いまして。責任？ええ。した顔しとんじゃ、大峰。なんとか言うたらどうなんじゃ、おくれ。兄貴、ここはうちの事務所ですよ。少しは気遣ってください。しゃがしゃボケ、おのりがチンタラしとるから。キリュウのアホがうちに攻め込んできたやろが。幹部会で言ったでしょ、別に俺はキリュウさんに牙向けるつもりはない。あなたが喧嘩ふっかけるようなことするからこんなことになるんです。はぁ、おのれみたいな西洋かぶれの説教なんじゃ聞きたないんじゃぐらぁ。らら、おい、峰、己んとこの兵隊と金、うちに回せ。それで俺がキリュウの首取ったら、そうなったら俺が七代目や。お前も若頭ぐらいにしたら。本当に状況の見えない人だ。なんやと、もっぺん言うてみやぐら。あなたが今壊したコレクション、全部で10億は下りませんよ。それがどないして。おのれは金だけは腐るほど持っとるやろが。金の問題じゃない、その価値がわからないことが問題なんですよ。
なんやと、成り上がりの分際で。うわの、あなたに一つ言ってなかったことがあります。私こう見えても結構強いんですよ。みねえ、あんたとの縁もこれまでだ。俺は桐生さんにギリ通してきます。ここで殺すな。これ以上部屋を汚したくない。はい。おいおい、みねえ、おい、みねえ、みねえ。神田のような男、必要以上に大きくしてしまったのは私です。手洗い方法を取りましたが、錦山組の一件、これでけじめとさせてください。私は今のうちに東条会の直系を集めて事態の収拾を図ります。浜崎に関しても白鵬会で行方を追っています。まあ探したところで見つからないでしょうけど。奴の行き先に心当たりでもあるのか。ええ、おそらく日本にはいないでしょうね。どういうことだ。ジャカ日本支部の総統だったラウ・カーロンが死んだ。当然中国のジャカ本部は黙っちゃいません。ラウと共に行動していた浜崎は彼らの手によって拘束されているに違いありません。浜崎以外の組員は横浜港から死体で上がったという話ですしね。ジャカが。どちらにしても白鵬会が手を出すまでもなく浜崎組は消滅するでしょう。私としては中国と戦争にならないようジャカ本部と早々に手打ちするつもりです。そうか。桐生さんは崩壊しかけた東条会にとって今一番必要な人です。くれぐれもお体にお気をつけて。それでは。ミネ、お前はそういう教育をされたのか。どういう意味ですか。内輪の落とし前、大吾がそんなつけ方を命令するかってことだ。多分しないでしょう。だったらお前。だが命令する大吾さんはいない。この落とし前、私の判断、私のやり方です。それに桐生さん、こういう事態を招いた責任、あなたにもあるんじゃないですか。大吾さんに以前聞きましたよ。沖縄で養護施設を営んでらっしゃるんですって。のんきな人だ。自分が背負った立場が分かってない。ボランティアでもされている気分なんでしょうね。意味のないことを。偽善だ。何？とにかく私は私の判断でドライに行動します。やり方はどうであれ、私は大吾さんの意思を継いでいるつもりですよ。ミネ、お前。つまり私の行動の全ては東条会の未来のためにあるということです。大吾さんもそれで納得するはずです。そのためには阻害するものは全て排除します。たとえそれが身内であろうと。私には分かりません。どうして大吾さんがあなたみたいな人を大事にしているのか。
ミネ、お前何か見失ってるぜ。何をです？それは俺がいつか教えてやる。あなたから教わることなんか何もありませんよ。そうだな。キリュウ。それじゃな。ほな。待ってくださいよ。兄貴。待ってくださいよ。兄貴。
兄貴。そうだ、あんたは。防衛大臣のタミヤだ。タミヤだと。俺が沖縄の件で堂島大吾と関わりがあったということは知っているな。ああ、1年前にあんたの秘書の東馬から聞いている。そうか、だが堂島大吾が倒れた後、東城会内部にいる鈴木とつながっていた勢力が再び動き出してしまった。それで俺は急いで BMD 基地拡大法案を通さなければならなくなった。どういうことだ。あんたが法案を通そうとしたからリゾート開発が再開したんじゃないのか。想定外の敵が仕掛けてきやがったんだよ。それで俺も動かざるを得なくなったんだ。それで一体俺に何の用なんだ。あんたに頼みたいことがある。リゾート開発を再び止めるということか。そうではない。だが結果的にはそうなる。何を言ってるんだ。リゾートと基地拡大はワンセットなんだろう。リゾートがなくなればあんたの法案も通らないぞ。ことはそんなに単純じゃないんだ。とにかくあんたがまだリゾートの土地買収を止めたいと思っているなら議事堂まで来てくれ。議事堂だと。いや、ミレニアムタワー前に迎えをやるから、その車に乗って俺のところまで来てくれ。いいだろう。俺もいろいろなことをはっきりさせたい。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。
桐生、待て。思っていたより若いな。そっちは？京浜新聞社の伊達だ。鈴木と東条会の癒着を追っていた。ふん、あの有名な元刑事の分野か。お前らも一杯やるか？いや、
前沖縄の例のリゾート予定地で養護施設をやってるんだってな。ああ。それが原因で道島大吾も土地買収の話を断ったそうじゃないか。何が言いたい？お前とこの民谷隆三、互いに利害が一致してるってことだ。どういうことだ？お前はあのリゾート開発が止まればいいと思っている。ああ、そうだ。俺もあのリゾート開発が止まればいいと思っている。なんだと？あんた何を言ってるんだ？あのリゾートがなければ、あんたは基地拡大法案を通せないんじゃないのか？そうだな。だが、それはもういいんだ。もういい？なぜ？簡単だ。あの法案、俺は初めから通す気がなかったからだ。なんだと？聞かせてくれ。沖縄の基地拡大とリゾート開発、その全てについて。うん。俺もお前たちに頼みたいことがある。何を聞きたいんだ？あんたの沖縄米軍基地拡大の本当の狙いってのは何なんだ？うん。俺の本当の狙い、それは世界で暗躍する組織の正体を暴き、その組織を潰すことだ。利権絡みのマフィアか何かか？そんな簡単なもんじゃない。俺が追いかけているのは通称ブラックマンデーと呼ばれている組織だ。ブラックマンデー？それってあの伝説の武器密輸組織のことじゃないのか？さすがは分野だ。よく知ってるな。1987年、あの世界大恐慌の引き金になったニューヨーク株式市場の株価大暴落を裏で操っていたとさえ言われる武器商人アンドレ・リチャードソンを中心とした武器密輸集団、通称ブラックマンデー。俺はその正体を知るためにあの沖縄米軍基地拡大を仕掛けた。ブラックマンデーの正体を知るためだと？どういうことだ？知っての通り、基地拡大の最大の目的は日米で共同開発する BMD の配備だ。その開発の裏では超単位の金が動いている。設計図だけでもとてつもない価値を秘めているんだ。とてつもない価値？日本の最先端の技術とアメリカの兵器開発のノウハウの結晶、沖縄の基地拡大法案による新 BMD 配備は他のどの国が逆立ちしても売ることができない最強の防衛兵器の誕生を意味する。実現すれば中東を含めたアジア一帯の国々は今後十数年日本に手出しすることはできない。そんなものが沖縄に？日米共同開発の BMD は世界の防衛バランスを変えるほどの代物なんだと。一応世界的にはそういうことになっている。一応だと？ああそうだ、そういった風評があることが重要だったんだ。どういうことだ？世界最新の兵器開発、それを欲しがる奴らが動き出すってことだ。まさかその欲しがってる奴ってのがブラックマンデー？その通り。世界中に武器を売りつける武器密輸組織ってのは常に最先端の技術を欲している。もしその技術が日米以外の国に流れたら世界の防衛バランスを崩壊させるほどの技術。奴らが指を加えたまま見ているはずがない。新 BMD はブラックマンデーをおびき出すための餌ってことか？
沖縄の基地拡大法案はあくまでそのブラックマンデってやつを誘い出すためのダミーだったと。ダミーとはいえ、俺は本気で法案を通す形が必要だった。そのために俺は鈴木にリゾートの話を提案し、やつに利権を一手に渡すと持ちかけ、基地拡大法案とセットの形で進めてきた。つまり俺以外全ての国民を騙す必要があったんだ。そのくらいのことをしなければならなかったんだよ。だがあんたはもう法案を通す気がないと言ったな。それはつまり。ああ、ようやくブラックマンデーの尻尾をつかむことができたというわけだ。じゃあ、あんたの目的は花から鈴木との総裁選にはなかったってことか？そんなものは小っ端の政治家気取りが欲しがるもんだ。俺には全く興味がない。だが、アメリカも関わるほどの大掛かりな作戦、あんた一人で実行できるもんじゃねえだろ。その通りだ。それについても話しておかなければならんな。他に聞きたいことはあるか？大吾を撃った犯人を知らないか？それは俺にもわからん。そうか。あの風間に似てるって男のことか。素性も目的もさっぱりだからな。ああ。待て、風間だと？そいつが堂島大吾を撃ったのか？何か知っているのか？俺の知っている風間とお前らの知ってるその男が同一人物ならの話だが。教えてくれ。あんたの知っている風間ってのは一体誰なんだ？風間ジョージ。お前のいた東条会の元幹部、風間組組長風間慎太郎の実の弟だ。おやっさんに弟が？知らなかったのか？ああ。そうか、やはり風間は肉親の話をしてなかったのか。やはり。ああ、両親を早くに失った風間にとって弟ジョージは血を分けたただ一人の兄弟、何者にも代え難い存在だったからな。風間にとって弟ってのがそんなに大切なんだったら、キリュウには話していそうなもんだがな。仲がいいだの悪いだのは関係ない。そういった普通の兄弟関係でいられるような間柄じゃなかったんだ、あの兄弟は。どういうことだ？あの二人は決して交わることのない道に進んだからな。まさか風間の弟の職業って。警察だ。元警察庁長官官房国際部国際課、今の外事課の刑事だった。それってエリート中のエリートじゃないか。エリートか。まあ元警察官のお前からしちゃそうかもしれんな。だが不思議なものだ、同じ釜の飯を食い日本という国の未来を共に案じた人間が、かたやこうして議事堂の真ん中で昼間から酒をかくらい、かたやアメリカのために必死に動いてるんだからな。何言ってんだ、あんたもしかして。ジョージと俺は警察庁の同期、唯一無二の親友だ。何？あんたと風間の弟は？
今回の沖縄に絡んだ一連の事件も全ては俺とジョージで仕組んだことだったんだ。仕組んだだと？一体どういうことだ？俺が計画の絵を描き、ジョージは組織を使ってそれを実行した。じゃあ親父さんの弟が大吾を撃ったというのも計画のためだったというのか？おそらくは。風間の弟の組織ってのは何なんだ？今も警察の下で動いてるのか？違う。あいつはもう日本の警察の人間じゃない。じゃあ今は何を？あいつはアメリカの CIA、 アメリカ中央情報局の極東担当の諜報員だ。他に聞きたいことはあるか？あんたの頼みたいことってのは何なんだ？二人の男を救ってやってほしい。誰なんだそいつらは？一人は俺の秘書だった男、トーマ。秘書だったってなんで過去形なんだ？トーマは2週間前勝手に俺の秘書を辞めたよ。どうしてだ？トーマは俺の基地拡大法案の裏にある本当の狙いを知ってしまった。だからリゾート開発計画を動かせる男にすり寄った。それは誰だ？極道だよ。何？搭乗会直系白鵬会会長峰義高だ。峰が？おい、それどういうことなんだ？こうなった以上、トーマからミネに秘密が漏れる危険が高い。その前に、あいつはトーマの口を封じようと動くはずだ。あいつ？それがあんたの言うもう一人の男か？そうだ。そうならないよう、あんたに止めてほしいんだ。その男とは？風間ジョージだ。他に聞きたいことはあるか？風間のおやすさんの実の弟、その男が CIA の諜報員として日本で活動していると。例の武器密輸組織 CIA はあれを追いかけている。俺はジョージと協力してブラックマンデーの尻尾を掴んで潰そうとしているんだ。じゃあ風間の弟は日本の警察を辞め CIA に入り、今はアメリカのために活動していると。ああ。だからそんな奴がどうして次々と謎の発砲を繰り返すようなことしたんだ？やはり大吾や中原といった人間を撃ったのはおやすさんの弟なのか？わからん。だがその可能性が高い。なぜそんなこと？今回の一件、 CIA の諜報員への命令は1. 沖縄をめぐる基地拡大法案に絡んだブラックマンデーの動向を探ること。 2. そのために障害となる対象はそのことごとくを排除すること。排除だ？その任務のために土地買収を断った人間を撃ったと。ああ。
だが CIA の諜報員はジョージだけじゃない。すでにお前も何度か命を狙われているはずだ。まさかあの黒スーツの男たち。そう、お前を襲った外国人は皆 CIA が手を回した諜報員だ。お前は沖縄のリゾート開発を中止させようと動いていたからな。それじゃもしかして柏木を撃ったのも CIA だ。おやっさんの弟はどうして、どうして日本人なのにそこまでして。ジョージにとって CIA は己の生きてきた人生の全てだ。全て。お前らに話してもわかるまいが、今から30年前、日本という保守的な国家で警察官の肉親に極道関係者がいるとなれば、それだけで迫害を受ける時代だった。ジョージは実の兄が極道、しかも東条会という大組織の顔役であることが原因で、自分の正義を貫くことすらできず警察を去った。そんなジョージに手を差し伸べたのがアメリカという国だった。能力があれば国籍や人種を問わない自由の国で、ジョージは新たな人生を手に入れたんだ。だから CIA のためならばどんなことでもやると。他に聞きたいことはあるか。トーマが基地拡大法案を通過させるためにリゾート開発の土地買収を頼んだ先があのミネだというのか。そうだ。その話はおかしいな。死んだ柏木の話によれば、リゾート開発の土地買収を進めていたのは鈴木と風間、それに風間とつながってる東条会の組織ってことになるはずだ。うん、だが事実はそうではない。そもそも2年前の玉城組の土地買収騒動以来、リゾート開発の土地買収は行われていなかった。なんだと？じゃあなんで風間は中原を撃ってまで土地の権利書を奪ったんだ？基地拡大法案を進めるためだ。リゾート予定地の買収が進まなければ、同時に基地拡大法案も止まってしまう。そうなればブラックマンデーの尻尾がつかめない。だから強引な手段で土地の権利書を中原という男から奪い、土地の買収を推し進めようとしたんだ。東条会を使ってか。ああ、 CIA は堂島大吾を動かすためネックとなっていた朝顔がある土地の権利書を奪い、土地買収の協力を持ちかけた。だが大吾は土地の買収を断った。だから撃たれたのか。そういうことだ。そしてトーマはミネにリゾートの土地買収の話を持ちかけた。トーマはリゾートの利権、その全てをミネに渡すという条件で協力するよう求めたんだろう。利権の全てを渡すだと？そんなことしてトーマに何のメリットがあるんだ？トーマという名前から奴が沖縄の人間だということは知ってるな。ああ、1年前直接本人から聞いた。今から3年前、トーマは沖縄の発展を夢見て政治の世界へと足を踏み入れた。そこでトーマは沖縄の米軍基地拡大とリゾート計画のことを知り、沖縄のためになるならと喜んで働いた。あいつは沖縄を豊かにしたいと話していた。トーマの目的は最初から沖縄の発展しかない。
あいつは1年前にリゾートの土地買収とヤクザがつながってることが発覚しそうになった時にも、基地拡大まで共倒れにならないよう俺を東上界の堂島に引き合わせ丸く収めさせた。だがあいつは初めから基地拡大のことはどうでもよくて、リゾート開発計画のことしか頭になかったんだ。じゃあ東馬は堂島大吾とあんたを引き合わせた時に東上界の連中ミネとも知り合ったというのか。だが奴は1年経って法案がフェイクであることを知ってしまった。だから強硬に土地買収を進められる力を求めて白鵬界にすり寄っていった。トーマとミネは互いの利害が一致して手を組んだんだ。なるほどな。だがあれだけ六代目に忠実だったミネが東上界を裏切ろうとしていたとはな。ミネという男はよくわからん。今回の一連の騒動で東上界の事実上のトップはあの男のはずだ。黙っていればより上のポストが約束されているのに何を考えているのか。沖縄のリゾート計画を続行するトーマとミネ、それに CIA とあんたの目的、ようやく絵を描いたやつが見えてきたな。ジョージを止めてくれ。止める？ CIA の任務を止めろというのか。そうだ、トーマを守ってやってほしい。どうして CIA はトーマを殺す必要があるんだ。やつは知りすぎたんだ。この法案の裏に CIA が関与していることも、そして法案がフェイクだということもな。じゃあ CIA はそのことを封印するために。ああ、俺はトーマを殺したくはない。できればあの二人を助けてやりたいんだ。でも、トーマはあんたの計画を邪魔した男だろ。どうして今になってかばうようなこと。強い信念を持った人間はいずれ大きな志を抱く。そしてそれを実現する。俺の恩師が教えてくれたことだ。トーマは純粋でまっすぐだ。あれはいずれ良い政治家になる。でもそれだけで。それだけじゃねえんだよ、伊達さん。ん？このおっさん、食えない奴だが自分の部下を見殺しにできない古いタイプの人間のようだ。そうなんだろ？わかった。今トーマを止めれば土地買収も終わる。おやっさんの弟には返さなきゃならない借りもあるからな。やってくれるか。あんたのためじゃない。俺はただ朝顔を失いたくないだけだ。いいだろう。じゃあお前がトーマをジョージから守ってくれたら、沖縄のリゾート開発は俺の手で完全に止める。約束しよう。トーマは今どこに。沖縄だ。地元の県議会の議員との会合に向かってるはずだ。日本の極道にもまだこんな男がいたとはな。だが問題はここからだ。ん？何かあったのか。鈴木の SP だ。何？すでにトーマが手を回していたようだ。どうする、キリュウ。行くしかないんだろうな。そうなんだろう。ああ、そうだ、行くしかない。
あの SP とやらどこまでやっていいんだ。あの SP はあくまで鈴木の私兵、好きに暴れて構わん。暴れた責任は取ってやる。一つ聞きたいんだが。なんだ。あんた興味ないって言っていたが、政治家ってのは皆総理大臣になりたいもんなんじゃないのか。じゃあ逆に聞くが、組長ってのはなりたいと言ってなるものなのか。トップとは何かをなし、それを積み重ねてきた人間がいつの間にか勝手になってるものだろう。違うか。確かにな。よし、行くか。ああ。これすげえ数だぜ。伊達さん、ここは俺が何とかする。あんたは裏口から出て行ってくれ。何だと。あんたは記者だ。名刺を見せれば裏から出られるはずだ。だがそれじゃ、もし俺が捕まったら真島の兄さんにあんたから今聞いたことを伝えてくれ。桐生頼んだぞ。乗れ。ああ。